高校生目線で在校生に突撃インタビュー。まずは自己紹介をお願いします。まずは自己紹介をお願いします。情報ビジネス科井上俊太郎です。はい、情報ビジネス科2年生の堤花香です。同じく情報ビジネス科の毛利賢章です。よろしくお願いします。この3人で行かせていただきます。よろしくお願いします。専門学校の学校生活や授業についていろいろ先輩のお話を聞かせてください。皆さんの学科はどのような学科ですか？ PC 関係をはじめとし、将来就職活動に向けたさまざまな資格習得に向けて勉強をしています。具体的にどんな勉強をしていますか？まずその全体の授業では HTML の、 ホームページを作ったりとか、あと動画編集、あと画像編集などの授業をしたり、あと2年生になるとコース選、1年生から簿記とか販売士っていう資格の授業あるんですけど、2年生からはそのもう1個上の級の上がったやつを3つぐらい選べるんですね、コースが。それで自分は簿記をやってて、今簿記1章、簿記2級の勉強をしているところです。実際に入学してみて良かったことを教えてください。2年間という短い間ではありますが、そのおかげで学園祭をはじめとするさまざまな学校行事があって、そのおかげでクラスのみんなとの仲が深まったことが良かった点です。以上です。勉強しているカリキュラムで好きな科目は何ですか？はい、自分の好きな科目はフォトショップです。自分は写真を編集するのが大好きなので、そちらの科目に一生懸命に取り組めています。以上です。情報ビジネス科石田明です。同じく情報ビジネス科2年の藤田優太です。よろしくお願いします。お願いします。一番思い出に残っている学校生活エピソードを教えてください。私は、学園祭が、記憶に、残っております。私が一番思い出に残っていることは、そうですか、資格を取るために放課後残って自主勉強をしていたことですね。その自主勉強で、資格が、目的の資格が取得できたので良かったので一番の思いです。これから進路を考える後輩に一言アドバイスをお願いします。はい、迷ったらどうでしょう。